矢口君、このぷよぷよしたの何？何も知らねえんだな。これはぷよぷよ、この可愛さと面白さで愛され続けている国民的パズルゲームだ。へえ、そうなんだ。今はぷよくえってゲームがスマホでいつでも遊べるんだぜ。よし、日高、一丁やってみっか。うん、カラフルで可愛い。バカめ、見よ、ゴーシュの波浪の連鎖さばきを。あ、なんなのよ。やったぜ。もう、ちゃんと説明してよ。